皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの宇奈坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、この月に一度にお送りさせていただいている、ゲストをお迎えしての対談形式でお送りさせていただいているホスピタリティを見える化する、これですね、前回から前々回からですねプラスワンとして、そのゲストにですねさらに、ですね、その方のホスピタリティ感を深掘りするという、新コーナーを始めさせていただいております。そのために、今日もですね、ゲストをお迎えしております。その方はこちらの方ですよろしくお願いします。はい、株式会社、チャレンジファンド代表取締役の根本裕樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、根本さん の, 詳しいご紹介はですねこの前回の動画で、はい、ご紹介しておりますので、ぜひ、ですね、そちらの動画も、はい、根本さんのホスピタリティ感が、そこに溢れてますので、ぜひそちらの動画も見ていただきたいんですが、今日はもうプラスワンということで、はい、根本さんにはさですね、今日わざわざお越しいただいたので、ちょっとやっぱり私がですねどうしても聞きたかった、はい、さらに質問がありまして、そのことについてちょっとこの動画を特別に撮らせていただいているということでございます。はい、ぜひお付き合いをよろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、ですね、根本さんと の出会いはね、ちょっとフェイスブックとかを通じて、で私の YouTube を見てくださったりとかっていうこともあったんですけど、もともとですね、根本さんとお話をする中で私が一番興味が湧いたのはこのココチップっていうサービスですね。はいはい、で、これはですね、このありがとうっていう言葉をお客様からたくさんいただいて、それは従業員のその働くエネルギーにしていただくみたいな、こういうサービスだと思うんですけど、はい、そのことちょっと少しもう少し詳しくちょっとご紹介いただいていいですか。はい、あ、もちろんです。はい、改めて今ココチップっていう接客用向けの、はい、ここにありますもんね。そうです、そうです、これです。ちょっとトレーナーちっちゃいんですけど、ちっちゃい上品にね、はいはい、そうなんです、うん、簡単に言うと接客業向けのシステムで、はい、お客さんの声が、お客さんからスタッフへの声が見える化する、うん、それをなんかクレームとかそういうものじゃなくて、はい、ありがとうっていう前向きな声が見える化するシステムを作ってます。はい、で一番根本となるのは、はい、やっぱスタッフさんを主として作っておりまして、なんだろう、お客さんからのありがとうって、はい、先ほどの動画でもちょっとお話したんですけど、はい、本来すごく大事なんだけども、はい、大事だし、はい、やっぱ店とか企業さんも、はい、大事だよっていうのを話したり研修とかもしているんだけども、はい、全く見える化されてないじゃないですか。確かになので結局は売り上げが、はい、船坂さんいいから高評価だよね、根本は、売り上げ低い店舗だから低評価だよね、みたいなところがどうしてもまだ起こっちゃって、なるほどなので、お客さんからのありがとうが全てではないんですけど、大事な指標であることは変わらないので、それをちゃんと見える化して、なるほど、本人も嬉しい、はい、やっぱやりがい、一番のやりがいだったんですよね。はいはい、そう、ありがとうっていう言葉ですよね。はい、だし評価者とかマネジメントとか代表、社長とかもちゃんとそこを見える化することによって、はいはい、適切に評価してあげたりとか、なるほど適切に教育を生徒作ったりとか、なるほど、そういった目的で、なるほど、作らせていただいてます。なるほど、だからやっぱりあれですよね、根本さんがそのやっぱり元はこう人事を、ね、はい、メインとされている方からの、その、適正な評価というか、はい、それがちゃんとそのお客様からの評価をちゃんと見える化しようというところが、なんかこう、我々はあまりそういう発想ってないですけど、やっぱりこう人事出身だからこそのなんかこう発想だなというのはちょっと思ったんですけど、でもですよ、ほら口コミっていうのはいくらでもあるわけじゃないですか、はい、食べログだって、じゃらんだって、楽天トラベルだっていろいろある中で、このありがとうの声だけ集めようっていうふうに思ったこの発想っていうのは、なんかきっかけとか、なんかベンチマークになってるものとか何かあるんですか。ベンチマークは途中からはあったんですけど、はいはい、最初はなくてですね、なんか大きく言うと3つ開発、これも絶対やろうって思った理由があって、1つ目は、前職がインテリジェンスっていう、今でいうとパーソルっていう、結構大きな総合人材会社にいたんですけど、そこでもう採用の支援を主としてやってました。接客業からもういろいろあるよね、全業種ですよね、担当したんです、ね、ってなった時に、接客業と建設建築業の
人事観点が、はい、なんかちょっと他に比べて違和感をすごい感じたんですよね。あ、なるほど、はい。でも建築はちょっともう一個の授業で今支援しているので、はいはい、まあ、今回はちょっと置いておいて、うんうんうん、接客業は、はい、なんか簡単に言うと好き得意でその接客業に就く人って本当に多いじゃないですか、うん、はい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 、はい、それって素晴らしいなと思って。うん、そうですよね、自分の強みというか、はい、好きなことを仕事にできるっていう意味ではね、はい、そうです、そうです、うん、僕もインテリジェンス入ったのは、はい、自分で授業やるトレーニングとして、まあこんなこと言ったらですけど入ったんで、ね、なるほどなるほど、営業職が好きで好きでたまらなく入ったわけではないんですよね。あ、そういうことか。サービス業ってお客さんの笑顔を見るのが好きとか、そういうありがとうの声を聞くと嬉しいみたいな、はい、純粋にそういうことでつく人多いもんね。確かにね。そうなんですよ、うん、なんか趣味特技を仕事にするって本当素晴らしいことだなって思ってる一方で、やっぱりなんかどっかキャリアの節目とかで、はい、嫌いになって辞めちゃう人とか、あ、そう、本当はお客さんからすごいありがとうをもらってるのに、はい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 、適切に評価されなくて、そうか、そういうことなんですね。うん、やめちゃうっていうシーンを見てきて、やってもやってもね、なんかちょっと会社側からの評価は、はい、この数字に関することとか、なんかそういうね、うん、こう成果結果みたいなところばっかりで、うんうんうん、その実際のお客様の喜びとかありがとうっていうところが全然自分の評価に反映されないっていう、こういうことですよね。そうなんですよ。他にももちろんいろいろと、まあ体力仕事とかいう、はい、いろんな理由があるんですけど、はいはい、まあ、その中の一つに、そうか、あの今の理由もある。なるほど、なるほど、まあ、ずっと思ってたのが一つと、はいはい、もう一つが、もう一個やってる事業が、うん、まあ、採用支援とか、はい、組織支援とかをしている中で、はい、基本的にはこの売り上げがもう倍々に伸びている企業さんの支援に入っているんですね、はい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 、企業としては成長してる、はいはいはい、なんだけれども、うん、ほとんどの企業さんが結構社員さん疲れてたりとか、はい、ああ、そうか、社長がこう入ってきた時にみんななんか、はい、背筋伸ばしてカタカタってやってたりとか、なるほどなるほど、なんか本来の自分っぽくない自分がそのビジネス、まあその会社の仕事に出ちゃったりとかがあって、うん、はい、ただある一社であった時に変わったのが、うんうん、はい、その一社は、はい、まあ、結果的にあの僕3名の時から支援してて、はい、で今40名50名ぐらいで、すごい、3ヶ月前に上場したんですけど、すごい、はい、もうその伸びてる軌跡を全部僕は支援してたんですけども、ずっとなんか良くも悪くもなんか穏やかなんですよ、社員さんが。あ、ガツガツしてないみたいな。あ、そう、おっしゃる通り。あ、なるほど。伸びてたらあんな急成長してたらガツガツしてるし、はい、なんかベンチャーでなんかね、こう先立ってやってるイメージありますよね。そうなんですね。で、かつ結構爪があったり、やめたり、入ってきたりっていうのが多いと思うんですけど、未職もほとんどなくて、なんでなんだろうみたいな、はい、見方を変えたら上場企業のなんか社風みたいなのなんだけど伸びてるし、なるほど、ってなった時になんか当たり前のこと当たり前にやってた、うん、大事にしてたんですよね。なるほど。で、その一つがやっぱ感謝、ありがとう。あ、代表だろうがメンバーだろうが、うんうん、上下どうだろうが、はい、大きにありがとうっていうのが生き方っていて、それは自然に何か社風とか、 なんか 社訓にあるとかそういうことでってことじゃなくて、全くない中で自然にってことですね。そうですね、まあ、社長がやっぱそこ大きに、うん、やっぱりそこを大事にしてるっていうのはあるんだろうね、やっぱり、はい、あ、なるほど。あって、なんか組織構築とか難しくいろいろ言ってたけど、うん、はい、意外となんかありがとうとか感謝なるほどを広げるだけで世の中とか組織良くなんじゃないってちょっと、いや、おっしゃる通りですね、うん、おっしゃる通りだと思います、はい、うん、思った瞬間があって、はいはい、これなんか仕事っていうか、まあ、うん、なんか組織活性化とかに使えないかなってぼんやり思ってたんです、はい、なるほどなるほどなるほど。で、最後はちょっとあのすごい個人事なんですけど、はい、小学校の時すごいおじいちゃん子で、はいはい、おじいちゃんがその小6の時に急にこのぽっくりなくなっちゃったんですよ。はいはいはい。その時にありがとうってもっと伝えとけばよかったなって、なるほど、言えてなかったなと。そうなんですよ、うん、すごいガキンチョながらすごい思って、はい、ありがとうって伝えないと意味ないんだな、うん、思ってるだけだね。そう、うん、はい、ってなった時に、はい、なんかいろいろとこう今の3つの理由が重なって、はい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 、でそこにコロナが来たんですよね。はい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 、多分ご存知だと思うんですけど、ニュースでコロナってもう最初本当外出るの怖かったのか、はいはいはい、いわゆる飲食とか、はい、あとはあの医療従事者の方とかって出ざるを得なかったし、はい、その人たちによって僕らは支えられてたのに、はいはい、いざ地元に戻ると、はい、なんか差別されるというか、そうですね、そうありましたよね、はい、なんかあれを見た時に、うん、なんで素直にありがとうって言えないんだろうとか、うん、なるほど、あとなんでこんなに命張ってやってくれて、うん、ライフライン支えてくれてる人たちが意外と社会的にちょっと低く見られちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、はいはい、
給料とかも含めて、はい、っていうところがなんか、うん、あのいやこれはもう絶対変えたいと。なるほど。趣味と好きなことをやってて、うん、こんなに僕らのためにもなってるのに、うん、なんか現状としては今ニュースみたいなことが起きてるから、うんうん、ちゃんと趣味得意なことをこうなんだろうな、あの続けられるとか、うんうん、報われる人が報われる世界にしたいなっていうのがあって、うんうん、じゃあまずは接客業にこのありがとうっていう考えを広げようっていうのがきっかけ、ね、はいはい、なるほどなるほどですね。これ具体的にどうやるんですか、そのありがとうどうやって集めるんですか。は、まあ、システムを作っていて、はい、あのやり方としては QR コード QR コード、はいはい、お客様が読む、お客様が読みます、うん、はいはい、で、あの、まあ、カードにするところもあったり、はい、名刺の裏にあるところもあったり、あ、なるほどなるほど、それを読むとそうです、うん、ポップだったり、まあ、はい、それは企業さんの文化とやりやすさに合わせるんですけど、はい、まあ、とにかく QR コード、はい、でお客さんに対して例えば、うんうん、あ、今日はご来店いただきありがとうございました、はいはい、ともしよかったらここにコメントくださいとか、なるほど、あとお客さんがこれ QR コードで読むと、はい、そこに行くから何々さん今日は良かったよって入れられるんだ。そうです、うん、なるほどなるほど。で会員登録とかも一切いらないので、うん、じゃあもうその場ですぐ。そうです。うーん、で、あの UI UX いわゆるデザインも、はい、ちょっとエモーショナルというかありがとうっていうのを全能しにしたりとか、あと写真あったりもするので、うんうんうん、なんかアンケートっぽくもないので、ああそうか、純粋にありがとうだけを言える、そういうことなんですね。そうです。うーん、でそれを送ったらスタッフ自分だけが見れる自分の個人画面、うん、個人画面、うん、とあとは管理者が見れる、うん、その店舗全員のコメントを見れる画面があって、まあ、それがあの例えば Google マイビジネスとか、うん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 、食べログとかと違うとこかもしれないです。はい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 、いや、僕はね、まあ、ほらそういう人事とはまた僕はちょっと違ってね、もうサービス業一筋で、はい、まあ、接客業一筋でやってきたあのものからすると、なんかこう何ですかね、まあ、顧客アンケートもそうですけど、うん、どっちかっていうとこういい声を集めるというよりは、うん、こう課題問題を解決するっていうためのツールっていう意味合いが結構、はい、あの強いじゃないですか、はい、だからこんなこと言われたからそれを改善して、またさらにお客様のためにみたいな、うん、なんかそういう、 こう、思考というかね、そういう、はい、やり方が多かった中で、うん、それはネガティブな意見は排除して、うん、そのありがとうとか素晴らしかったっていうこの称賛の声だけを、うん、こう集める、まあ、いわゆる、まあ、加点ですよね、加点主義ですよね、うん、これはね、やっぱ私的にはすごいいいなと思ったし、うん、まあ、働くスタッフの皆さんのこの心の栄養が満たされるというかね、うん、っていういいサービスだなというふうに思ったのと、もう一つは、まあ、さっきの話じゃないですけど、おじいちゃんの話じゃないけど、うん、やっぱりありがとうってもっと我々消費者として、お客様側としてもっとやっぱ伝えなきゃいけないんじゃないかなって思うことってたくさんあるんですよね、うん、だってそれってただじゃないですか、別にありがとうって言ったところで、はいはい、ありがとうなんだからありがとうって別に思ってるだけで言えばいいだけなんじゃないですか、うんうん、でもそれによってやっぱり従業員の皆さん、その先のスタッフの皆さんのやる気とかやりがいとかもう全く変わってくるわけですよね、うん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 、だからホスピタリティってこう競争を共に作るっていうのがホスピタリティだから、やっぱりその店をのいい雰囲気を一緒にお客様と一緒に作るってこともそうだし、そのスタッフが喜んで頑張って働いてくれると、また行った時にまたね、さらにっていう相乗効果がいろんなことで生まれてくるっていう意味では、僕はぜひそのこのサービスっていうものをね、もっともっとこう広げていただいて、でお客さん側もありがとうって言えるし、でお客さんからありがとうをもらったスタッフの皆さんもそんなこと言ってくださってありがとうっていうふうにね、このありがとうがこう飛び交うような、本当に今言われた社会になってくれれば本当にいいなと思うんですよね。うん、おっしゃる通りで、なんかこれもすごい臭い言葉になっちゃうんですけど、はいはい、ありがとうってやっぱあることが難しい、当たり前じゃないからありがとうじゃないですか、はいはいはい、これ本当に自分の持論なんで、うん、実態わかんないですけど、はい、なんかありがとうの総数もしかしたら減ってんじゃないかなって、うん、あ、なるほど、総数って自分世の中のね、はい、あ、わかる、うん、そうですね、だからこそ、うん、なぜかというとやっぱ当たり前のことが増えたから、はい、うん、じゃあこれを水を汲んでくれました、はい、出しましたに対して、はいはいはい、じゃあ、うん、当たり前じゃないからありがとうっていう方ってどのぐらいいるんだっけとか、そうですね、ただそこを気づくのって結構難しいので、うん、そうなんですよ、ココチップっていうこの、うん、あのシステムがあることによって、うんうん、これ僕の裏テーマなんですけど、はいはい、今まで僕らお客さん側が気づかなかったありがとうも、うん、こういう仕組みがあることによって、うんうんうん、ああこれ当たり前じゃないありがとうって、うんうんうん、本当にお客さんから先ほどおっしゃった通り、うんうんうん、ありがとうの数が増えるっていうのも実はちょっと狙ってて、
きっかけになるしね、はい、こう照れくさくて言えなくてもココチップを通じたら言えるっていうのも逆に言えばあるじゃないですか、はい、言えなくても文字だったら伝えられるとかね、はい、うん、いや本当その通りだと思うな、うん、やっぱりだから僕なんかもやっぱね、まあ、コンビニで買い物した時もやっぱり何か、うん、まあ、最後は ありがとうございますって言って出るようにしようとか、うんうん、なんかそういうようには、まあ、心がけてはいるんですけど、はい、でもまだまだだなってなんかどっかねちょっとね、なんかお客様の権利じゃないけど、うん、お金払ってるんだからさっきのもうやってくれて当たり前っていう風にね、うん、なんか思っちゃってる部分があるんじゃないかなっていう風に、うん、あります。前このチャンネルで出た、はい、朝倉さんというゲストの方が言ってましたけど、まあ、旅館って、まあ、最後、うん、やっぱり、そこをお客様がこうそこを、旅館を去るときっていうかね、うん、出るときにお世話になりましたっていう一言があるっていうんですよね。だからそれはまさにその相手に対するその本当に一晩お世話になりましたという気持ちをちゃんと伝えられるかどうかって、やっぱお客様側がやっぱりそのスタッフの皆さんをまあ生かしているっていうことなのかなっていうことを本当に感じたことで、今まあまさにこうなんかそう共通するなというふうに思ったんですけど、はい、実際にこれ、はい、いろんな企業様にこのココチップ導入されて、はい、どういう反応がありますか？一番最初は、うん、本当にそんなありがとうってもらえんのとか、はい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 、これ結局クレームたくさん来るんじゃないのとか、そういう声はやっぱ多いなるほどなるほど、ね、ちょっと半信半疑だよね、はい、うんうんうん、またそこは、まあ、クレームとかは簡単に集まれるじゃないですか。どんなに分かりにくいところに設置しておいても意地でもやっぱ見つけてくれて、なのでデザインもやっぱありがとうとか、うん、そういうより、はい、まあ、いろいろちょっと設計に工夫はしているので、うんうん、基本的にはありがとうとかいいコメントが来るようになってます、はい、うんうん、なので一番多い声はこんなに細かくお客さんってありがとうって書いてくれるんだっていうのが、お客さん見てるってことですよね、それだけね。そうです、いろんな意味でね、はい、あかつ今はお客さんメリットを作ってないので、はい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 、要はクーポン配る、ああなるほどなるほど、あえて作ってないんですよ、うん、今の段階で。なるほど、なんかもらえるから書くっていうことじゃないってことだね、はい、あなるほど。にもかかわらず新規のお客さんとかでも 8% ぐらい返信率あるし、リピート系だと高いところだと 25% とかあったりするので、なるほど、4人に1人は何かしら書いてくれるんだ、はい、それは素晴らしいね。なのでそこがやっぱ一番多いですね、こんな書いてくれるんだ、しかも長文でっていうのがまず最初の感想としては多いです。なるほど、業種ってどうですか？どういう業種の人たちがそういうココチップを利用される業種、業態っていうと飲食、うん、やっぱ飲食、ホテル、ブライダル、あ、ブライダルも、お、アパレル、アパレル、あとは、まあ、お花屋さんとか小売系と、あとここから意外なんですけど、調剤薬局さんとか、お、薬局、ほう、最近ニーズが多いのは歯医者さん、お医者さん、あ、歯科助手さん、はいはいはい、もっともっとなんか満足度上げたいとか、なるほど、評価ちゃんとしたいとか、うんうんうん。っていうところも増えてます。なのでもう 2C の接客業って言われてるところは結構幅広くですよね、はい、うん、なんか今聞いて思いましたけど、なんかやっぱりその今の歯科クリニックとかその、ね、はい、個人クリニックとかっていうところって、うん、まあ、なかなかその要は何ですかね、口コミがこう比較的こうなんかこう食べログとか楽天トラベルみたいなね、はい、ああいうのとは違って、なんかそのなんだろう、お客様の声、しかもプラスの声をなんかこう、うん、に、まあ、飢えてるって言ったらあれだけども、うん、そういう声がこう客観的な声を聞けるっていうのはすごくいいんじゃないですか、うん、そういう人たちにもね、はい、うん、実際にその、従業員側の皆さんからの声ってどうですか？それをもらった側の従業員の皆さんの声っていうのは、従業員さんの声は、うん、もう例外なくやっぱ嬉しいって言いますね。そうですよね、はい、ここはやっぱ例外はないです、うん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 、で従業員さんのを一番やっぱ最初にイメージして作ってるので、はい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 、僕らとしても嬉しいですし、うん、ただやっぱ一番最初はさっきの感想と一緒で、はい、いやこれ本当にお客さんからありがとうもらえるのかなって不安はあるんですけど、1個もらっちゃったら結構ハマる人が多いです。なるほどなるほどなるほど、もっともらいたいもっともらいたい、もっと頑張ろうってなるわけね、はい、なるほどね。面白いのがこれなんかいろんな導入企業さんから聞いてるので、はい、明確なエビデンスがあるわけ、うん、証拠があるわけじゃないんですけど、はい、
まあ、なんか男性女性で言うとやっぱ女性の方がその声を活力にしている人が結構多かったりするっていうのは、うん、でもそうだと思います、うん、はい、やっぱりこうなんか男性女性で区別するわけじゃないですけど、やっぱり女性の方がやっぱりこう、やっぱりこう精神的な報酬というか、うん、まあ、そういったものにやっぱりこうね、あのこうをのなんだろう、自分のこうウェイトが高いという傾向も、やっぱ私もいろんな業界見てて思うので、うん、まあ、それはやっぱり、うん、男性よりも女性の方の方がそこでまた頑張ろうって、うんうん、なんか思ってもらえる人が多いと思うし、まあ、サービス業全体にね、これから特に、まあ、あの女性のあの活躍がより求められる業種なんでね、はい、そういう意味では、うん、そのありがとうがもらえることっていうのが、まあ、やっぱ本人のやりがいにもなるし、はい、なんかやっぱりこの従業員満足、まあね、うん、会社的には従業員満足に当然お客様の声をたくさんもらえるっていうのはなると思うし、うん、そのしかもポジティブな内容しかないわけだから、うんうん、でこれも、まあ、これもう実証されてるんですよ。やっぱり従業員満足度が高い企業は顧客満足度が高いっていう、うん、まあ、これも、まあ、もうそういうエビデンスもあるんですけども、まあ、やっぱり従業員が、まあ、満足が高いっていうことは、まあ、その企業に対する、うん、自分の働いてるところに対するやりがい誇りを持ってたりだとか、まあ、ロイヤリティエンゲージメントが高いっていうことは、うん、それだけのそういったワクワクキラキラした接客をお客様にするわけだから、うん、あ、そういう意味では当然お客様満足度が高まる、うん、でそれが最終的には、まあ、企業 の、まあ、その、いろいろな、まあ、成果につながっていくっていうことになるので、うん、まあ、その入り口というかね、そのまずはお客様の声をたくさん、まずはありがとうを集めるっていう、お客まずは従業員 その心の縁を満たすっていう意味では、うん、すごくいいなって今ちょっと思いましたね、うん。あと一方でそのじゃあ企業のメリットってそれを導入することでなんかありがとういっぱいもらってあの従業員の皆さんが喜んでくださる、これは企業にとってみればね、それはそれで嬉しいことだと思うんですけど、なんかどうしてもね、会社ってなるとなんかね、それによって費用対効果はどうなんだみたいなね、なんかそういう話になるじゃないですか。でそういう視点っていうのは何かあるんですかね。そうですね、やっぱりワードで言うと評価とか教育とか、あと離職率低下とかがワードとしては多くて、で、まあ、最近で言うと採用とかっていうところも、まあ、いわゆる採用ブランディングですよね。うちは従業員はこんな細かいところまで大事に評価してますよとか、お客さんからこんなありがとうもらってる会社ですよとかの採用に使う企業さんも、まあ、大きいところは増えてきています。なるほど。あと結構そのダッシュボードって言われる管理者画面も、もともと人事系の、はい、人材系の会社出身で、そこで HR テックっていう人材 ×IT のシステムとかの企画とかもしてたので、なるほど、割とそこは複雑にしすぎず、ただこれ見ればランキングとか評価とか全部わかるよみたいなところも充実させてるので、なるほど、そこを見ながら、うんうんうん、いろいろと、まあ、評価に還元していたりとか、うんうんうん、あと陰線とか表彰とか、うんうん、そういったところに活用していくっていう企業さんが多いです。なるほど、なるほど、はい。まあ、でももうね、時代とともにもう、まあ、ここまではまあ割とねこう CS みたいなね、うんうん、まあ、どっちかというとこうそっちにこうちょっと結構こう目が向いてたところではあるんですけど、うん、まあ、これから、まあ、コロナも含めて、まあ、これだけこう時代変化の中で、まあ、労働人口も減っていくし、うんうん、ねサービス業離れっていうのも、まあ一方で、まあね、ちょっとあるところもあるし、はい、っていう意味では、まあ、どうやってその企業としてその今働いている方々を、ね、うんうん、長く勤めていただくこの定着に関する部分と、うん、あとは優秀な、ね、人材をいかにこう採用にこう結びつけるっていう部分では、うん、なんかすごくそこに対してこう今なんだろう優先順位を高く考えていらっしゃる経営者の皆さんも多いと思うんで、まあ、そういう意味では今ネモさんが言われたようにそこの言葉を、まあ、これから働こうと思っている人たちに先輩たちはこんなにありがとうっていう言葉をこんなにたくさんもらってるんだっていうことをね伝えていただいたり、私たちはそのお客様のありがとうをこれだけ大事にしてるっていうそのね企業の姿勢にもなるし、なんかこう悪いことないですよね。そうなんです。なんか聞けば聞くほどなんかなんかね、値段のことはちょっとここでは喋りませんけど、はい、大して聞いたりもそんなに高価なものでもない、はい、それでいいんだみたいな感じだし、
だからなんか悪いことないなっていうふうになんか思ったんですけどね。そうなんですよね、うん、なのでなんかそうなんか代表というかこれを営業として言ってる僕の言葉じゃなくて、はいはいはい、すごい根本個人の言葉で言っちゃうと、うんうん、そこに、まあ、売り上げ上がるかもしれないし集客につながるかもしれないし、うんうん、ホスピタリティ上がるかもしれない、はい、分かんないというかあのかもしれないんだけどはいはい、はい、まあ、単純に入れたらスタッフ幸せになるし、ありがとうが、ね、一つでも増えればいいから一旦入れたらいいのになとか思っちゃう自分もいたりはしますね。そうですよね、変にロジックを考えてここがこう上がるとかじゃなくて、うんうんうん、いや絶対いいから一旦やってみましょうっていう、うんうん、自分もどっかでいたりします、うん、そうですよね、はい、だから、うん、まあ、これからの経営のあり方も、まあ、なかなかこう経済的にこう右肩上がりではない時代というかね、なかなか難しい中で、はい、まあ、その給料だとかそういった部分で、まあ、その従業員のね、まあ、あの待遇的な部分でこう厚くしてあげられるかどうかって言ったらなかなかこれ難しいところあるじゃないですか、うん、でも、うんうん、まあ、これからその要はその金銭的な報酬ではなくてさっき言ったこの精神的報酬というか、まあ、あの働く皆さんをこう幸せにするっていうことも企業のミッションとしてはこれから大事なミッションの一つになってくると思うんですよね。だからその幸せを実感してもらうっていうツールとしてはなんかあのすごくいいツールだと思うし、なんかあのぜひこうその輪が広がっていってくれればいいなというふうになんか聞いてて思いました。はい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 、なんかどうですか最後に、何でしょう、まあ、どうしていきたいですかこれ、うん、そうですね、はい、短期的にやりたいことはいっぱいあるんですけど、はい、うん、まずはたくさんの人企業さんに広げて、うん、まあ、たくさんの人がありがとうを言うっていうところは、うん、まあ、ここ数ヶ月の短期的な目標ではやっていきたくて、はい、でまあ、先々で言うと今ってそのロボット化とか、はいはい、IT、AI とかね、うん、配膳ロボットとか、はいはいはい、まあ、あとはこのコロナで家でも同じぐらい美味しい料理が食べれるとかなっていって、はいはい、なんかそのリアル店舗で例えば飲食で言うと食べに行く意味とか、はい、リアル店舗で接客を受ける意味っていうのが、はい、うん、どうしてもそのデジタル化とか、はいはいはい、薄れているんですけど、はい、僕の場合はやっぱり回り回ってその価値って、うん、はい、リアルで行く価値ってすごい大事になっていくし、はいはい、そこにじゃあなんであえてリアルに行くのかっていうと、うんうんうん、そのスタッフのホスピタリティとか接客力、はい、接客力かっていうところが今まで以上に大事になってくると思うので、うん、おっしゃる通りです、はい、なので、まあ、ロボットとか変えられるとか変えていいと思うんだけれども、うん、はいはい、しっかりと大事な部分はちゃんと今のうちからスタッフさんに、スタッフ教育とかこういったものに投資をして磨いていく必要があるんじゃないかな、うん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 、でそこのなんか一助になれればいいなと思ってます、うん、なるほど、素晴らしい、はいはい、まあ、私も本当に AI、IT っていうのはこれから、ね、ロボットも含めて進んでいくと思うんですけど、まあ、一方でね、まあ、人のぬくもりとか愛情とか触れ合いとか癒しとかっていうのはやっぱり人と人でないと味わえない、うん、そこのレベルというかそこの付加価値をどう上げていくかっていうのはやっぱり一方で企業としてはすごい、うん、課題というかねこれからのテーマだとは思うので、うん、まあ、ぜひそういったものでこうありがとうでお客様もそうだし従業員側もそうだしそこでありがとうのキャッチボールの中でお互いの心を満たし合ってそれが、まあ社会の幸せにつながるというのは まさにこの企業 の企業の存在意義にもつながると思うので、うん、まあ、ぜひ、まあ、そういったものも含めてですね、まあ、これからもいろんな取り組みの中で、はいはい、ぜひサービス業の皆さんを、はいはい、元気にしていただくことをまた期待しておりますので、はいはい、また今後ともまたいろいろ、はい、何かあったら一緒にさせていただければと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします、はいはい、ではそういうことで、あ、もう時間だ、はい、ではですね、はい、今日も皆様にとってホスピタリティある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。